上空からのビッグコーン島コーン諸島はビッグコーン島とリトルコーン島からなるサンゴ礁でカリブ海にあるニカラグアの島である。無人島だったコーン諸島を最初に植民地化したのは1783年のベルサイユ条約に署名したイギリスとスペインでコーン諸島の植民地化の初期の間は海賊の避難場所だった。ニカラグア政府が コーン諸島の主権を宣言した1894年までの間はイギリスの統治下にあった。1914年アメリカ合衆国国務長官ウィリアム・ジェニングス・ブライアンはニカラグア中米公使のエミリアーノ・チャモロとブライアン・チャモロ条約を結ぶ。それによりコーン諸島の99年間の租借権を獲得しコーン諸島はアメリカの租借地となった。しかしアメリカは 次第にコーン諸島を放置状態にしていき、1970年にブライアン・チャモロ条約は破棄され、1971年にアメリカはコーン諸島をニカラグアへ変換した。面積はビッグコーン島が10平方キロメートル、リトルコーン島が2.9平方キロメートルである。人口のほとんどは首都のビッグコーン島に集中しており、人口が約8000人ほどで、 リトルコーン島の人口は約250人ほどである。島の住民は黒人系が多く、それとインディオ、海賊の子孫の白人などの根結繰り応用である。ニカラグアの公用語はスペイン語であるが、コーン諸島では19世紀のイギリス統治時代の名残で英語及び英語が母体のパトワ語を幅広く話す。リトルコーン島1988年にハリケーンによる被害で、 ヤシの木が壊滅的打撃を受けるまではパーム油の生産が島の主産業だった。現在でもここヤシの生産をしているものの、伊勢エビなどの漁業が盛んである。開発はまだ遅れているが、美しい珊瑚礁の海はニカラグアのカリーブのリゾート地として注目されている。ビッグコーン島に空港がある。ありがとうございます。